あのね、歌はもういいの。歌、やめたんだ、私。やだ、ミカト。そんな驚かないでよ。まるで世界がひっくり返っちゃったみたいに。だってさ、歌う理由なくなっちゃったんだもん。私が歌を好きになったのはね、昔ヤンタムーが私の歌を好きだって言ってくれたからなの。だからずっとヤンタムーのためだけに歌ってきた。ヤンタムーに聴かせたい一心で一生懸命練習してきたの。でも、もう。平気だよ。私は平気だから、ごめんね。私、もう歌はやめたの。もう聴かせる人がいなくなっちゃったな。これで私ただのドジなだけの女の子になっちゃった。ごめんなさい、何でもないわ。精神の集中が足りないせいね。まだ聞こえてこない。私もまだまだだわ。しっかりしなきゃ。
したの？好きよ。とてもいいお友達だもの。そんなことないわよ。私はね、みんなのことが大好き。味方。大自然がお祝いしてくれる？大自然が。その年の冬、一番初めに降った雪を受け止めて、願いを込めながら手の中で溶かすと、その人の願いが叶うのよ。自分の人生を犠牲にすることはないでしょ。いつか聞いた言葉ね。冬はすぐそこまで迫ってるわ。冬を越す準備をしなくちゃね。
壊れていく。自然も平和もこれが全ての始まり、そして全ての終わり。さあどうするの、ナコルル。あなたは。あれ、ナコルル、まさか見送りに来てくれたのか。今日出発するって聞いたから。まったくやってらんないぜ。冬を越す準備とはいえ、泊まり込みの狩りに行かされるなんてな。野郎ばっかりで野宿するなんて考えただけで身震いもんだ。ニャントムーが自分で志願したって聞いたけど。なんだ、知ってたのか。まあ俺ももう一人前の男だから。しばらく会えなくなるね。しばらくって言ったってせいぜい数日間だ。俺の顔を忘れちまうこともないだろ。してねえからな、櫛を渡そうとしたこと。ナコルルが巫女だろうが何だろうが俺には関係ない。ヤンタも。ナコルルは何を言いかけたんだ。なんだよ、どうしたんだ。何か言いたいことがあるんじゃねえのか。ヤンタム、あのね、あなたが渡そうとした櫛のことなんだけど、私ね、なんだあいつ、あんなに急いでどうしたんだ。それは本当なの、味方。時と同じじゃねえか。天草の魔が襲ってきた時だ。